はい、どうも、アットイス。今日はですね、平日水曜日に行われます、東京杯の予想をしていきます。まあ、ドン・フランキーとか、龍の雪なお祭り男、敬愛通りとか、結構ね、メンバー揃ったのかなと思います。で、地方もね、なかなか骨のある馬が出てきたんで、かなり面白そうなレースになると思います。と、その前にまずこちらをご覧ください。まずここ最近の成績ですね。セントライト記念本命対抗一点的中で、このような馬券をまず得ましたと。レーベンスティール1着、ソウルオーリエンス2着ですね。で、神戸新聞杯もですね、自身の本命里のグランツが1着になって、このような馬券を的中しましたよと。で、地方のね、日本テレビ杯、スワバラミスが3着になって、3連複 39.8 馬ねですね。まあ実質4点で的中と、もちろん買い目も先書いております。で、先週のスプリンターズステークス、ナランフレグはね、来なかったんですけど、対抗のね、6番人気マットクールが2着になって、まあ、抑えの馬連が的中しましたよと。じゃあね、この紙ブログはどこにあるんだって言いたいんですけどね、今回は地方競馬なんで、最終的な予想はこちらになります。ノート予想になりますので、ぜひね、概要欄からお願いいたします。まあ、毎回言ってるんですけどね、地方競馬の、最終見解は、ブログじゃなくてノートになりますんで、ぜひね、お願いいたします。必ず皆様に有益な情報をお届けいたしますんで、こちらも概要欄からお願いいたします。はい、ではこちらをご覧ください。まあ、今回行われるですね、東京杯の、多い戦略の特徴ですね。まあ、ここの青い矢印からスタートして、まあ、ワンターンですよね。だからコーナー1回曲がるだけです。で、まあ、特徴としましては、まあ、後ろすぎる馬、だから追い込み馬ですね。はきついんですけど、あともう一個実はね、逃げ馬がね、やっぱ意外ときついってのがあって、まあ、目標にされてですね、最後直線がね、地方のあれにはかなり長いんで、意外とね、逃げがきつい場合があります。ということだけ覚えておいてください。はい、では詳しく解説していきます。じゃあまず一番人気予想のドン・フランキーからいきましょうか。まあ、前回ですね、クラスターカップ、逃げて2着に負けました。まあ、勝った馬はですね、リメイク、正直強かったですよね。で、そのプロキオンステークスも、中京の専用というですね、なかなか過酷な条件を逃げ切って、で、3走前のね、京都の戦にも逃げ切って勝ってます。で、おそらくまあ、この馬が行くでしょうと。で、馬体がですね、本当に600キロ近い超巨漢馬で、まさにですね、スプリンターっていう体型ですよね。で、じゃあ、ドン・フランキーが、まあ、一番人気予想になると、どうするかってお話なんですけども、最初にも言ったように、まあ、確かに大井の戦にって前有利っちゃ有利なんですけども、逃げが意外とね、きつくて、やっぱり目標にされるわけです。で、今回ドン・フランキーが一番人気になるわけですよ。で、一番人気の馬が逃げるわけですよ。ってなったらやっぱりね、間違いなくマーク、目標にされるんですよ。ってところで何かにね、ちょっとやっぱ刺されちゃうんじゃないかなと思って、まあ能力はね、すごいものがあると思うんですけども、で、そもそもね、まず、大井競馬場は初めてですよね。ってのが不安で、まあ、今までね、まあ、右回りも結果残してるんですけど、どっちかというとね、左回りで、両席残してきた馬なんで、まあ、今回ね、この大井の戦にで意外とね、ちょっと逃げ切るのはきついんじゃないかなと思ってて、今一番人気になるんだったら、どっちかというと嫌いたいっていう傾向になるかなと思います。で、次が龍の雪なんですね。まあ、今回の僕の本命馬になります。で、前走のですね、クラスターカップ、まあ、この馬は3着で、まあ、結果的にはね、ドン・フランキーから 0.5 秒離されました。でも今回は舞台が変わって多い 1200m なんですよ。で、じゃあ今回龍の雪菜が本命になる理由をちょっと何個かね教えたいんですけども、まあ、だから要するに龍の雪菜が前走3着から巻き返す理由ですね。まず1個目が前々走の同条件で1枠1番から勝利した時と再び同じ枠、これはどういうことかと言いますと、前々走だからこの東京スプリントですね、この東京スプリントも多い1200じゃないですか。で、この時も1枠1番から先行して勝ち切ってるわけですよ。で、今回も1枠1番です。はい。ってことなんですよ。で、2個目が多い1200メートルが2200。で、これももうその通りですよね。とにかく多いは連打率 100% なんですよ。で、お次が右回りの直線長いコースならこちらの方が上。まあ、これはだから龍の雪菜がドン・フランキーを上回る理由ですよね。だから、まあ、確かにね、クラスターカップでは 0.5 秒差つけられました。でも、多い1200メートルだったら、まあ、こっちの方が上なんじゃないかということで、この龍の雪菜を本命にいたしました。まあ、確かにね、ちょっと勝ち切ることが結構薄い馬なんですけど、ただね、まあ、これがね、龍の雪菜の全成績なんですけども、初めて地方を走ったですね、この多いの1200メートルから、なんとね、
G1 と海外以外は全部馬券内入ってるんですよ。こんな馬なかなかいないと思ってて、でさらにその中央の千里だけに絞ればパーフェクトなんですよね。地方走り始めた以降は全部馬券内入ってるんですよ。で、まあ、今回がですね、まあ、東京杯多い 1200m ということで一番いい条件で走れるんですよ。だから安定感、その3着以内という点で言えば、まあ、龍の雪菜が僕はいいかなと思って、まあ、本命にしましたねって感じです。でお次がまあ人気そうなのがあと敬愛通りですか、前走でですね、まあ、東京スプリント、まあ、龍の雪菜の2着で、まあ、北海道スプリントを勝ったと。まあ、この馬もね、多分結構人気すると思うんですけども、まあ、もちろん買いっちゃ買いなんですけども、なんていうんですか、ただ絶対的に龍の雪菜を上回る要素がちょっと見当たらないなと思ったんで、まあ、白三角行こうかなと。で、お次が、お祭り男ですね。まあ、この馬はね、僕穴で狙いたいと思ってて、前走のサマーチャンピオン、まあ、僕ね、これ現地にいたんですけども、まあ、1400m、この短い距離ね、結局どうかなと思ったら、2着に来たじゃないですか。で、結局この馬って2歳の時に兵庫ジュニアグランプリ 1400m で2着来てるんで、やっぱりね、1400以下の方が良かったなっていうことで改めて思ったわけです。で、次走どうするかなと思ったらね、なんと 1200m 来ました。まあ、ただね、このレース、実はね、前走1400の馬が結構良くて、例えばね、今回安城松山騎手じゃないですか。松山騎手といえば2年前にサクセスエナジーという7番人気の馬で勝ち切りました。で、そのサクセスエナジーも前走1400m でした。で、意外とね、その1200一辺倒の馬より、1400とか1600をね、走ってきた、その距離を短くしてきた馬っていうのがね、結構穴を開けるレースなんですよ、このレースって。ってことで、まあだから穴で狙って面白いんじゃないですか。多分中央馬でどうかな、ヘリオスと並んで一番人気ない気がするんで狙いたいと。でヘリオスもこれね狙いたいと思ってて、まあこの馬ね多分人気ないんですよ。で前走もこれね僕、まあ、さっき言った通り現地行ってたんですけども、やっぱりね筋量が重かったのと、なんかねやっぱり結果的には夏があんまり強くないみたいで、でこのサマーチャンピオン佐賀、まあ、夜でやったんですけどかなり暑かったですこの日も。まあ、それはねちゃんと僕が現地にいたんで説明できます。暑かったということで、ね、ちょっとねバテたかもしれないです。でも今回は、10月の、もう夜です。ナイターです。おそらくもう30度は超えないだろうと、まあ25、6度前後でできるはずなんですよ。かなりねもう涼しくなると思うんですよ季節的に。ってなった時に筋量が軽くなって、なおかつ暑さが取れた今回ですね、まあまさに巻き返すんじゃないかと見ておりますね。まあこのヘリオスと、まあ、お祭り男、まあ、多分ね、この中央馬の中で人気ないのはこの2頭になるんで、この2頭も穴馬で狙います。で、あとの地方馬なんですけども、やっぱり筆頭で言ったら、まあ、このギシギシとかジャスティンも狙い目だと思って、例えばこのギシギシに関しては持ち時計多いの1200メートルですね。実は、まあ、3番目に速いんですよね。で、前走がこれですね、アフターファイブショーってレースが、筋量57キロで1着になってるじゃないですか。で、2着のジャスティンが、まあ、同筋量と。でも、今回ギシギシが56で、ジャスティンが前回と同じ57なんですよ。1キロ、こっちの方が恵まれるんですよ。ってなった場合、筋量分、まあ、ジャスティンとギシギシどっちをね、評価するんだって言ったら、僕はギシギシの方がいいかなと。で、多いもね、得意な馬ですし、まあ、ただね、ジャスティンも、まあ、実質ね、中央馬みたいなもんだと僕思ってて、まあ、結構ね、このアフターファイブショーが展開早くて、まあ、逃げた馬が最下位で、2番手につけた馬が下から3番目なんですよね。なので、ペース早い割にはかなり頑張ったと思ってて、まあ、だからね、ギシギシとジャスティンどっちを買うかじゃなくて、この4枠の2頭はね、正直結構どっちも買いたいですねって、お話ですね。はい、というわけでですね、最後印をつけさせてください。まあこんな感じですね。え、お前ドンフランキーとか敬愛通り買わないのってね言われるかもしれないんですけど、そうじゃないんですよね。これスプリンターズステークスの時にも言われたんですけども、僕ね、あの対抗のマッドクールからですね馬連当てて、結局ねママコちゃんに印打ってなかったんですよ。確かに印は打ってなかったんですけど、ブログの方でですね、10番からもう買うと言いました。で、結局ね、印なんてあくまで目安なんですよ。で、僕はね、基本的に印をそんなね、10個も11個も何個も打ちたくないんで、だったら印、これ全頭打ったら絶対当たるじゃんって話になっちゃうんですよ。そんでいいのかってお話なんですよ。それ違うじゃないですか。だから印は基本的に極力僕はね、
多くても6個までに抑えたいんで、だからもちろんね、その馬圏内には押されない馬もいますよ。それは印前頭打ち当たりますよ、間違いないですよね。でも競馬予想ってそうじゃないだろうと、ってことでですね、まあ龍の雪の本命で、まあだから中央の穴馬に狙うんだったらお祭り男ヘリオスで、地方で狙うんだったらまあギシギシジャスティン、まあこのあたりがですね、狙いたい穴馬になります。で決してね、じゃあ K.I. ドリーとドンフランキーを全く買わないんかって言われたらそういったわけじゃないんで、その辺はねちょっとご了承いただけたら嬉しいです。はい、これで以上になります。まあ、あとですね、最初にも言ったように、今回ノート予想になりますので、ぜひね、概要欄からお願いします。必ず皆様に有益な情報をお届けいたします。はい、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。